東京地下鉄有楽町線江戸川橋下車、450m、およそ徒歩7分で鳩山会館に着きます。鳩山会館は内閣総理大臣鳩山一郎氏が1924年に建てた私邸です。綺麗に手入れされた英国風の庭園には90種160株ものバラがあるそうで、ちょうど5月いい季節行ってまいりましたのでご覧いただけるかと存じます。今回スチール写真に用いますカメラは幻の名機富士フィルム XE4、 お気に入りのレンズは TT アーティザン 35mmF1.4 なのですが、こちらのレンズ写りが良すぎてしまうんです。したがって焦点工房のヘリコイド付きマウントアダプターを用いてアサヒペンタックススーパータクマ 28mmF3.5 で撮影いたします。ヘリコイド付きでマクロ撮影が可能ですので、マクロ撮影の作例もご覧いただきたいと存じます。小山の上に建てられた鳩山一郎邸、コンクリート製の頑丈な造り、劇場の入り口のような赤絨毯、小川山地のステンドグラス、至る所にございます貴重なステンドグラス、スーパータクマーで XE4 に収めていきたいと存じます。レースカーテン越しにお庭をパシャリ、真相の霊女たちがお庭で遊んでいる様子をそっと眺める、そんなイメージです。お庭に出ることもできます。90種160株ものバラがあるそうです。入場料は大人600円。このように光が直に当たっているときはアンダーの出し方が難しいんです。画面全体がオーバーになってしまうとあまり市場を醸すことができません。少し日陰がかったところがある、そういう場所を選ぶといいでしょう。バラ越しに素敵な洋館を撮ってみますよ。池で泳ぐ鯉、こちらは多重露光用でフィルムに焼き付けてまいります。この糸はカラスよけでしょうね。私が興味を持つのは誰も撮らないようなと、マクロ撮影が可能ですからね。こんな小さな花、どんな風に映るでしょうか。光と影の境目を狙いましょう。陰影が出てドラマチックになるはず。 XE4 の楽しみはフィルムシミュレーションを選べるところです。一番のお気に入りはやはりクラシックネガ、そしてクラシッククロームです。オールドレンズと古い建物の風合い、色味がよくマッチすると思うんです。 28mm、 これを APS-C サイズ XE4 1.5 倍しますと 42mm、 広角というわけにはいきませんが、そこそこ全体を映すことも可能です。
テレビがございました。小さなつましいサイズのブラウン管テレビ。古今東西富の偏在はございました。こんな大きなお屋敷に暮らしてらしたんですからね、こういううさぎ小屋に暮らしている人たちとは違う。莫大な富、資産を持っていた鳩山家。しかし、テクノロジーというのはそれほどの格差を生んでいたとは言えなかったんだなぁと、このテレビのサイズを見て感じました。もちろん、人々が電車やバスで移動しているのに対して、世界中をジャンボ機で飛び回ったりもなさっていたことでしょう。ただこのつましいサイズのテレビは意外ですね。なぜならば現代のセレブリティたちはすんごいサイズの有機 EL パネルとでも言うんでしょうか、テレビをご覧になっていると思うんです。現代はテクノロジーが格差を生み出している時代です。かつては人々は寿命を迎えれば一生はおしまい、そこに格差は少なかったはずでしょう。もちろんいい食事を食べて、まあしかしね、それで高血圧や肥満になったりして早死にしてしまうかもしれませんね。むしろ粗食の農民小作人たちの方が健康的だったかもしれません。ただ現代においてはテクノロジーが美容であったり健康、そういったものまで格差を生み出している時代。テレビのサイズのみならず健康寿命も運動能力もより広範に格差を生み出しているように感じます。カットグラスが美しいです。食器棚のグラス、動画で見ますと、まあただこれだけのものですが、 XE フォトスーパータクマヘリコイド付きマクロ撮影で撮りますと、なかなか味わい深い写真になるではありませんか。カットグラスは無限遠に設定するとこんな感じ。カットグラス側にピント合わせるとこう、ちょっと帯に短し、タスキに長しな社会振動になってしまっているかもしれません。これくらいにしておけば手前と背景の意味、状況が伝わった、ある程度伝わった方がいいかもしれませんね。例えばこうやって人影が映ってみたりすると、物語性、ストーリーが立ち上がってきそうです。人物がいないと、こう、ちょっと寂しいですよね。この白い扉が私好きです。ヴィルヘルム・ハンマースホイの作品を連想させる白い扉が好きです。こちらも小川さん家でしょうか。こちらのステンドグラスはデジカメでも撮りますが、多重露光用にフィルムカメラでも撮ります。撮影禁止の小部屋もありました。その部屋のガラスケースの中には、ヨーロッパやアフリカの大統領から贈られた勲章が並べられていました。私のような写真好きにとって、撮影禁止というのは気分のいいものではないんです。そんなバイアスもあったせいかもありません。勲章を眺めている時に違和感を覚えたんです。ガラスケースに陳列して撮影禁止にする割にはそれほど高度な技法が用いられた勲章ではなかったんです。高体連インターハイで優勝する生徒がもらうメダルと用いられている技法は違わないように感じました。故宮博物館にあるような宝物、水玉、白菜のような芸術的価値はないように感じたんです。
活躍したり頑張った者にご褒美を与える、幼稚園から行われているようなお遊戯の国家レベルでのお遊戯に過ぎないように感じたんです。率直に言えば鼻しらみました。鳩山一郎氏の父は東京府会議員、いわば名家の生まれ、代々今日にまで続く世襲政治家一族です。いわゆる名簿家政党の時代から議員を務めていました。孫の鳩山幸男氏、鳩山邦夫氏もこの豪邸で生まれ育ったことでしょう。政治家の息子が政治家になる、その正当性は一体何に担保されるのでしょうか。90種160株もの美しいバラが咲き誇る英国風の庭園にて、ジェントルマンとしての見識と教養を育み、聖人君子としての資質を寛容し、帝王学を学ぶからでしょうか。さて、民衆は聖人君子ではないとすれば、一体なぜ政治家は聖人君子たるべき必要があるのでしょうか。政治資金規正法の網をかいくぐって金まみれなプルートクラシー、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーが指摘した金持ち支配、それが政治の実態であることは昨今の新聞報道も示している通り、皆さんもご存知のはず。いやいや、金まみれになってしまっているのは偽物の聖人君子ではない、帝王学を学んでいなかった政治家がやらかしてしまったに過ぎないのでしょうか。民衆の代表者であり国家を統統する政治家は聖人君子たれという表現は、言い換えれば聖人君子であってほしいという願望に過ぎないどころか、聖人君子と思われたいという願望に過ぎないのかもしれません。そのためにはうさぎ小屋に暮らす民衆とは違う90種160株もの美しい英国風の庭園が必要であり、ヨーロッパやアフリカの首脳から贈られた勲章が必要であり、かつガラスケースにそれを陳列し、その上撮影禁止にしておくことで格式を高めておく必要があるのかもしれません。虚飾に満ちたお遊戯、それが政治の実態なのではないかと、そういう意味で私はしらけてしまったのです。そうは言っても民衆の利害関係は種々多様であり、意見や価値観の衝突は起こりますから、政治的判断というものが必要である以上、政治家リーダーが必要です。そのための手法である間接民主制、それそのものを否定するつもりはございません。ただし現行の選挙制度の下では、裕福な政治家資産家の出番が増えるだけで、本当の意味での民主政治には至らない。したがって私は国会議員の抽選制、その考え方を支持したいと考えています。裁判員制度のような抽選制です。工場労働者、パン屋、肉屋、魚屋、農家、教師、看護師、会社員、弁護士のみならず、薬剤屋さん、セックスワーカー、障害のある方、拒否権ありで18歳以上の全ての方に平等に抽選を行うというのはいかがでしょうか。いやいや、そんなことをしたら変な人が政治家になってしまうじゃないかという反論があることでしょう。しかし変な人とはどんな人のことを指すのか。日本社会の構成員、変な人呼ばわりする人も日本社会の構成員なのです。等しく抽選で選抜することによってこそ真の多様性、ダイバーシティが実現できると思います。そうでない金持ち優先のプルートクラシーの中で、多様性だダイバーシティだなどのたまうことは欺瞞に過ぎないように思います。
せっかく衆議院議員定数465議席、参議院議員定数248議席、合計713名もの国会議員枠があるのですから、議員定数を削減せよ。それはコストカット意識から来ていると思うのですが、今のプルートクラシーのまま議席数を減らしてしまえば、より特権階級を強固に、三角ピラミッドの先っちょが尖っていくだけかもしれません。二院制の日本ですから、参議院248議席、こちらを抽選制、しかも再選は不可、一期のみ。参議院の一期は6年間です。少しでもいろんな立場、いろんな国民に国会議員を6年間体験してもらうことで、国民全体の政治意識はガラリと変わるはずです。衆議院選挙に対する目線もガラリと変わるはずです。投票率の低下は強固なるプルートクラシーを崩すことができないことの民衆の諦めなんだと私は思っています。投票に行かないのが問題なのではなくて、プルートクラシーの下で大なり小なり金のある者だけが立候補できている世襲政治に嫌気がさしているに過ぎないというのが私の見立てです。ご意見のある方はコメント欄にてご教授願います。舞踏会が催されていたんでしょうか。鏡張りが素敵です。それから白熱灯の電灯、丸みを帯びたデザインが素敵です。最後まで聞いてくれてありがとう。ルミオンです。